で今日のテーマなんですけども、イタリアでございます。イタリア、はい、あの皆さん普段からイタリアワインって比較的よく飲まれますか？僕大好きです。あ、なるほど、うん、私も好きです、はい、僕もめちゃくちゃ飲みますね。皆さんこんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ハーフブラインドと。ハーフブラインド。で今日のテーマなんですけども、イタリアでございます。イタリア、はい、なのでイタリアの、まあ、赤なんですね。イタリアの赤ですというところまでは明かしておきます、はい。テクニカルに関しては、オーダルを使っているのか、コダルを使っているのか、その組み合わせなのかというところを、はい、ちょっと考察していただければと思います、はい。では注いでいきますね。はい、しっかり色がなんか、うん、では、はい、グッドラックの乾杯。グッドラック。イタリアワインだと分かった上で、色からまず何を見ようとされますか、皆さん。色ってでも濃いか、まず薄めなのか、中庸なのかをまず見る。酸化感っていうか、熟成してるかしてないかっていうのは、別にそのイタリア関係なく多分チェックすると思う、うんうん、そうですね、はい、あのやっぱり DOCG の規定で、あの熟成期間、まあ、そこそこ長いあの産地ってあるじゃないですか、うん、で一方その DOC でもなくて、あの比較的リーズナブルなイタリアワインって、あの全然熟成させてなかったりとか、まあ、ある意味期間が短い。そうするとなんか完全にやっぱ色で違ってくると思うんですよね。でこれとかで見ると、ちょっとこうエッジの部分がやっぱりこう退色しているので、うん、まあ、そうすると、まあ、ある程度熟成してるのかなみたいなことがまあ見えてくる。なんかドルチェットとかだとちょっと可愛らしい色してるイメージが勝手にあります。うん、赤紫限定しましたね、ドルチェットだとしたらイタリアね、いっぱいありますからね。いっぱいありますからね、はい、本当に謎の初めて飲むみたいなのめっちゃあるんで。いや、僕未だにありますね。いや、そうですよね。何ですかこの品種みたいなのは、はい、どこに隠れてあるんですか。皆さん普段からイタリアワインって比較的よく飲まれますか。僕大好きです。あ、なるほど、うん、私も好きです、僕もめちゃくちゃ飲みますね。土着系もめっちゃ飲みますね。うん、あの緑のイタリア本の土着の本を帰って復習します、ね、はい、もう本当に謎のなんかあるじゃないですか、ネズミの尻尾のだからこの名前とか。イタリア系の自品種ってどれもこれも主張が強くて個性が強くて、だからまあまあそれが理由でイタリア、結局サンジョベーゼにしてもネピオーロにしても国際品種になりきらなかった、はい、チャレンジは昔からあったんです。サンジョベーゼなんてカリフォルニアで昔から、はい、あの育てられてましたし、はい、でも結局国際品種にならなかった、なりきれなかったっていうところにはやっぱこの主張の強さみたいなのあるのかなと思って、でもなんかだからこそのね面白さというかね、やっぱこうイタリアワインじゃないとこの、ね、うん、楽しさが来ないっていう、そうですね、のもあるんじゃないかなと思いますね。なんかイタリアワインってやっぱり知識が必要だし、うん、産地細かいし、うん、でこれこそなんか勉強してよかったなって思うんですよね、うんうんうん、勉強してなかったらイタリアワインってなんかこうラベル見てもやっぱり難しいし、うん、あのまあある程度こうそれはなんか勉強したからこそなんか自信を持ってイタリアワインを選べるようになったかなと思います。選んでください。え、選びましょうか今度。ブレッド強いけどな。これ、あ、ブレッド強く感じますか。はい、結構ナムシ側とか。なるほどなるほど。そういう香りとか、若干のタバコの、うん、は水にめっちゃ浸った香りみたいな、うん、昔のおじさんたちがこう缶の中にこう水でこうタバコ消した茶色くなったみたいな香り。あんまり香ってない。どうですかファーストインプレッション。アキトさんから聞いていっていいですか。さっきの話したところで言うと、やっぱりもう、若々しいフルーツというよりは、うん、まあ、もう干されてたり、うん、ちょっとこう、枯れていたりっていう、なんて言うんでしょうね、そういうあの時間経過みたいなのが感じられる香りがすごく出ているので、うん、まあ、そういうことが必要なあの産地の品種になるのかなと思いますね。迷っているのはやっぱりネビオールとサンジョベーゼですかね。パラさんどうですか。はい、私もサンジョベーゼかなって最初思ったんですけど、うん、ちょっとなんかタンニンがそこまでないのと、あとなんかブルーベリーっぽい香りもあったりとか、うん、結構ドルチェットもさっき言ったんですけど、うん、色は全然違うんですけど、私がよく知ってるドルチェットとは違うんですけど、ドルチェット的な、うん、なんか香り的にはドライフラワーみたいな香りもちょっとすると思うので、うん、ちょっとピエモンテあたりも疑ったりとかしてます。なるほど、はい、田澤さんどうですか。いや僕はまあ
サンジョベーゼから広げていくって感じですね。サンジョベーゼ以外で何かあるかなっていう。ネピューロにしては果実感強いのとタンニンがやや控えめ。ネピューロだったらこの色調はあるけど、この色調だったら濃い方だと思うんですよね。サンジョベーゼっぽいバランス的にも全体的なバランスが取れてて、バルベラの熟成したタイプもまあこういうのなくはないけど、どっちかっていうとバランス型っていうか、クラシックなタイプなんじゃないかなという。なるほど。サンジョベーゼっぽいけどな。まあ、つまり仮にサンジョベーゼとネッピオーロの間で迷うのだとしたら、このワインにはネッピオーロに感じるよう、ネッピオーロにしてはタンニンは強くないし、というところがまあ鍵になってる。そうですね。だからアクちゃんと一緒で、まあ、ちょっと迷いますね。サンジョベーゼとネッピオーロが迷うかなっていう。サンジョベーゼにしては退色してるというか、やや色落ちしてるのが熟成から来てるのか、まあ、難しいところですね。そうですよね。マケトさんどうですか、そのサンジョベーゼとネッピオーロで迷った時に何をもってその分かれ道をどっちを選ぶかっていうのは。そうですね、まあ、やっぱりバローロとかバルバレスコとかはいわゆるそのアルコール発酵終わった後に種とのこう漬け込みをこうすることによってものすごく強烈な強い収斂するタンニンが出てくる、まあ、そういうような作り方をしているのが一般的かなと思うんですけど、ただやっぱりサンジョベーゼもいいサンジョベーゼになると結構そこら辺の強い収斂するタニックな部分が出てくると、このネビオのバローロの部分とちょっとこう寄ってくるっていうんですかね。まあ、だけ、まあ、ただ、まあ、ネビオのもう少しこう退色傾向がやっぱり強いのと、こうギュギュッとこう締まるような、まあ、ものすごく強い収斂するタンニンっていうのが出てくると思うので、まあ、もう少しやっぱりこれはサンジョベーゼに寄ってるかなっていうのは。なるほど、いっちゃいますか。ファイナルアンサーどうですか、お心は固まってきてる感じですか、なんかサンジョベーゼかネッピオールみたいな流れにほぼなっちゃってますけど。いや、そう違うかもしれない。ドルチェット、僕はちょっとそこで話が膨らんでなので乗っただけで、別に僕自身はそこに誘導してるわけではないので。まあ、もう一つそうすると選択肢で出てきそうなのは例えばアリアニコとかもあると思いますし、まあ、さっき太蔵さん言ったバルベーラもそうだと思うんですけど、まあ、結構やっぱり僕これすごくよくできていて、まあ、本当にシンプルに美味しいなと思うんですね。でそうするとまあ、アリアニコのなんかああいうものすごく強い収斂するタンニンみたいなところも、まあ、そこまででもないし、なんかバルベラのやっぱりスタイルともちょっと違うかなと思ったんで、じゃあ行きますか。はい、ではカナさんからいきますか。はい、ファイナルアンサーお願いいたします。ドルチェット行きたいなドルチェット行っちゃいます。ドルチェットで、はいはい、ドルチェットにします。ということはピエモンテ、ピエモンテ、はい、2016年にします。2016年、はい、ダルバにします。ドルチェットダルバ、はい、大ダルか小ダルか。そうでしたね、小ダルにします。小ダル、はい。太蔵さんお願いいたします。はい、僕サンジョベーゼ。サンジョベーゼ、はい、イタリア、はい、存じ上げてます。そうですね、トスカーナトスカーナ、はい。キャンティクラシコなんだけど、キャンティクラシコ、グランセレツヨーネ。キャンティクラシコのグランセレツヨーネで、ヴィンテージ2017、はい、はい。多分バリックとコダル と、フルダルマズテルタイプで、コダルで多分18ヶ月ぐらい、わかんないですけど、熟成したやつとフルダルをミックスしてる感じがしますか。はい、ちょっとコダル感も感じるんで、まあいろんなタイプあると思うんですよね。でもグランセレツヨーネ結構コダルちょっとアクセントで入れるの多いと思う。そうですね、グランセレツヨーネ、そうですね、はい。そのグランセレツヨーネというところに行き着いたのに特定の理由っていうのは何かありますか。熟成感ですね。熟成感、やっぱり、ブルネロ系の、やっぱりサンジョベーゼだと、いわゆるロッソ系の力強さというよりは、
結構バランス型と思うんで、キャンティーの方にするんですけど、いわゆるビーノノビレとかブレネロデモンタルチーノとかロスデモンタルチーノにはいかないんですけど、なるほど、バランス型なんだけど、ちょっともうリリースから熟成してリリースしたタイプ、樽熟期間長いタイプなんじゃないかなという。なるほど、はい、では、はい、大取りで、はい、お願いいたします。はい、サンジョベーゼ、トスカーナ州、トスカーナ州、ブルネロディモンタルチーノ、ブルネロディモンタルチーノ、2015年、2015年、はい、はい、で、オーダルシンダルが混ざってる、混ざってるタイプ、はい、タイプかなと思いました。なぜブルネロディモンタルチーノ、うん、そうですね、まあ、私結構ネッビオーロかなって思うときって、うん、まあ、キャンディクラシコよりも、まあ、より熟成にかけての工程が複雑かつ、手間がかかっている、まあ、ブルネロディモンタルチーノは間違えることが多いので、まあ、ちょっと近しいように少しこう認識してるんだと思うんですけど、まあ、今日もそういうふうに思ったので、まあ、まずそうですと。であとはやっぱりでサンジョベーゼだというふうに考えるとやっぱり熟成感も出てるし、あと甘みが乗ってるんですよね。うん、でタンニンの味わいとこの甘みの部分がすごくこういい調和をしていて、まあ、シンプルに美味しいなとやっぱり思えるのは、うん、まあ、ブルネロかなと。なるほど、思いました。最終的には自分の美味しいと思うからブルネロって結構ブライドテイスティングってなんだかんだ言って自分のシンプルにそこの部分ってブレないんで、うん、まずいと思うやつを美味しい品種にすることは僕はあまりなくて、うん、結構そこはなんか結構気持ちでいっちゃうところがあります。なるほど、うん、サンジョベーゼ、ネッビオーロ、ドルチェットのどれかでございます。まあ、ただその熟成感というところの答えと紐づくところで、今日の、まあ、この回の最初のところで出てた話、熟成規定というやつですよね。イタリアの場合はこれが結構絡んでくるわけですよ。で僕もまあ、修行時代にといいますか、師匠にイタリアワインのブラインドテイスティングするときは座学が重要になる瞬間がかなり来るから、熟成年数ちゃんと覚えとけというふうに言われたことがありまして、まあ、それがよく出てる結果かなと思います。お見せしてよろしいでしょうか。ブルネロディモンタルチーノ、2017年ですね。はい、まあ、ここも熟成規定、まさにそうですね。ブルネロとしてリリースするには5年間必要なので、うんうんうん、やっぱりその間の熟成の中で必ずやっぱりブルネロとしてリリースされるワインの色とか、その酸化のニュアンスとかそういったところに熟成規定と絡んだ部分が現れてくる。でタンニンのところもそうですよね。やっぱりその熟成期間が長いことによってこなれてるので、そのネピオールよりもちょっとタンニンが弱く感じるような印象を受けるっていうのも結構熟成年数とかに絡んできてるところなのかなという感じをがいたしますね。ちなみに樽はオーダルのみでございます。あ、のみですか、はい、あ、そうなんだ。楕円型の、ね、はい、樽がたくさん並んでるようなワイナリーですね。美味しいですね。美味しいですね。素晴らしいです。美味しい感覚が当たりましたね。美味しい感覚やっぱり間違いないです、ね、今日の美味しいは正解でしたか。はい、まあ、ポイント的にはどうですか。イタリア、うん、難しかったですか。ちなみにちょっと聞きたいんですけど、はい、これは古典的な生産者みたいな。完全な古典ではないですね。とはいえその極端なモダンでもないので、うん、まあ、すごくワインメーカーがもうこの地で長く経験をされている人なので、まあ、ちょっと違う言い方をすると大人のブルネロっていう感じがするんですよね、うん、その何かすごくこうやる気満々な味わいでもなければ堅くなに頑固親父の味わいでもない、うん、そのなんかこうちょうどいいところのなんかこう酸いも甘いも出てきた落ち着いた味わいというのが、まあ、このワインからは僕は感じるかなと、うん、価格も一応お伝えしようでしょうか、8600円。お、お、いいですね。いいですよね。いいと思います。はい、本当にいいと思いますね。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。甘やかさ、甘い香りが完全に優位になってるなと。私は今ちょっとアイスワインを疑っているんですが、はい、
僕はほんのり寄付入ってると。これをまず寄付と判断するかしないかっていうのは大きい、うん、